ソージャパン、私は京都に住んでたので、京都はもう本当に日本を味わえるので、ぜひ行ったことない人は行ってみてください。Hello everyone, welcome to Anime at Northwest. And today we have the lovely and wonderful Eri Sasaki here with us today. まず、Thank you. 簡単に自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは、佐々木えりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初の質問なんですが、シンガポールお帰りなさい。はい。1回目に訪れた時に比べると何が違いとかはありますでしょうか？前来た時と、あんまり変わる、印象的にはそこまで変わらずなんですけど、相変わらずとてもすごく綺麗で、あったかくていい国だなと思います。1回目行った時は、リバーサファリに行ってすごく楽しかったんですけど、今回はナイトサファリに行きたいなと思ってます。で、今回は2回目なんですが、特に食べたいものとかはありますでしょうか？チキンライス前食べた時すごく美味しかったんで、もう一回もう一食べた回。いのと、あとインディアンのエリアがありますリトよルインね。ディアですね。いや、そう、はの、い。なんか魚の頭が入っあ、た、フィッシュヘッドカレー。あ、そうそうそう、そうそそう。れが美味しいと聞いて、それめち食べゃくちゃ美て味みしいでたいす。ではい。す。最初なんですが、佐々木さんが歌手に目指したきっかけについて教えてください。きっかけ、特にこれみたいなのはないんですけど、もうちっちゃい時から音楽が大好きでやっていて、大学生に入った時にそのバンドをやって、それからもうずっと歌を歌ってたいなと思って、音楽で仕事したいなと思って、そういうふうに活動するように頑張って、で2015年にアニメのオープニングのオーディションがあったんですけど、それに受かってデビューすることになりました。それはプラスチックメモリーズの、そうです。そうですね。はい、リンゴフォーチュン。質問なんですが、子供の時から影響を受けていた音楽家、または歌手の方はいらっしゃいますでしょうか？子供の時は、そのまず3歳ぐらいからバイオリンをやってたんですよ。バイオリンですか？そうなんです。だから歌手の人の歌を聞くというよりは、先になんかモーツァルトとかバッハとか そういう音楽を聞いていて、で、小学校の時にポップスを聞き出して、その時は当時流行っていたアイドルのモーニング娘。モーニとング娘。か ジュディ&マリーとか、椎名林檎さんとか、そういう方を聞いていました。はい、ありが とうございはい。ます。では音楽いろいろ聞いておりますが、はい。今個人的にハマっている音楽を教えてください。個ま人たは的にだと、結構世界で流行ってると思うんですけど、チェーンスモーカーズとか、はい、ホルジーとか、ブラックピンクとかも聞いてます。世界中の音楽聞いていますね。はい。アメリカでもはい。すはい。ごい。で、いろんな音楽を聞いておりますが、今は佐々木さんの音楽について、去年の10月31日に4枚目のシングル「遥かなる旅」を発売されました。はい、ありがとうございます。このシングルについて教えてください。はい、この「遥かなる旅」という曲は、幕末っていうアニメのエンディングだったんですけど、そのシングルは4曲入っていて、幕末っていうのはその日本の歴史の、幕府があった時代のちょっと歴史ものなんですけれども、そのだから日本にちょっとフューチャーした感じの曲を揃えました。はい、ありがとうございます。で、次の質問なんですが、8月28日にリリース予定のゆるキャンプ8ビットアレンジアルバムに、サードシングルの冬日和が入っています。はい。昔のゲーム音楽のようなスタイルでリミックスされていますが、聞いてみていかがでしたか？ああ、面白かったです、すごく。なかなかああいう音楽だけを単体で、ゲームじゃなくて単体で聞くことは珍しいんですけど、それが私の声も入っていて、さらに声もちょっとこう機械でゲームっぽくアレンジされていて、すごい面白かったです。僕は結構こういう8ビートのアレンジ結構好きなので、ああ、そうまなんです。さかの冬日和はこういうふうにアレンジされて、すごいびっくりしました。そうなんですね。次の質問なんですが、はい。ゆるキャンプは、キャンプのテーマになっていますが、はい。佐々木さん自身はキャンプに行かれたことはありますか？で、もしくはアニメの影響でキャンプは行きたくなりましたか？行ったことはないんですけど、
CD の写真ジャケットを撮った時に初めてそのちょっと一人でキャンプをやってみるっていうのを仕事でというかやったんですけど、はい、冬の山の上でやってもう本当に寒くて過酷でした。多分なんか0度ぐらいに近い。そうですそうです、マイナスにもなってます。めっちゃ寒いんでしょうね。寒かったです。はい、ありがとうございます。はい、で次の質問なんですが、初めて今日は生で佐々木エリさんをパフォーマンスを見に行くファンの方々に期待できることは何でしょうか。期待できること、オケでも歌うんですけど、アコースティックで生でギタリストの方と一緒にやるのと、あと私もバイオリンも弾きながら歌ったりもするので、そこがちょっと見どころかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後にシンガポールのファンの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、シンガポールの皆さん、2回目なんですけれども、また前来てくださった方も今回初めて来てくださる方も一緒に楽しんでください。